大須市は愛媛県の南予地方に位置する市、伊予の小京都と呼ばれる、肘川の流域にある大須城を中心に発展した旧城下町である、富士山より大須市街を望む肘川の中華流域からなり、特に旧大須地域は肘川と八王子川とが合流する地点で盆地を形成している。さらにその下流に向かっては谷を形成しつつ、長浜地域にて伊予灘に注ぎ込む。 山は、肘川支流の川辺川源流では、標高1000メートルを超える地点もあるが、それ以外は500から800メートルの比較的なだらかな山々が連なっている。盆地型で霧が発生しやすい。肘川河口では、肘川嵐という現象が観察される。台風等の来襲は少ないものの、肘川は下流で狭まっていることから、大津盆地でボトルネックとなり、 大雨が続くと増水しやすく、過去に何度も浸水被害に見舞われている。半世紀オ須ス藩明治以降、市政志向以降、オ須スの、系譜。町村政志向時、昭和9年1月1日昭和29年9月1日、合併合併、市政志向期、オ須ス町オ須ス町、オ須スお、久米村、平村を、お、オス村、北村、平野村、お、南久米村、 田村、区立村、山前村、上菅井村、新谷村、北山村へ、柳沢村、田所村井、大西村大川村、倉川村う、肘川村の一部か、平成17年1月11日、新設合併、大洲市、長浜町、肘川町、川辺村、あ、マイナス1908年4月1日平村と、北村とが合併。 大須村に、い、マイナス1909年2月1日、柳沢村と、伝書村とが合併し、柳沢村に、う、マイナス1921年11月1日、大西村と、倉川村とが合併し、大川村に、え、マイナス1922年4月1日、新谷村と、北山村とが合併し、新谷村に、 おひく1925年8月1日境会変更により、南久米村の大和座ゆずきが、大須町へ編入。かから1948年4月1日境会変更により、肘川村の一部を大川村へ編入。きから1958年8月1日境会変更により、大須島佐信及び、久保の内取坂の区域が、東上郡和町へ編入。 大須町以外の合併以前の系府は、それぞれの市町村の記事を参照のこと。旧大須市は、大須市、北郡地域の行政の中心地として栄えてきた。西隣の八幡浜市や西和郡（旧東和郡）を含めた広域で見ると、八幡浜市に、県の八幡浜地方局が置かれるなど、行政の中心となっている。なお、公共職業安定所や、 税務所などは当市にも所在している。2005年の市町村合併に際し、旧町村の不安に配慮する目的で議員に在任特例を適用したが、市民から反発を招き2005年9月、特例期間を1ヶ月残して自主解散。市民からのリコール運動も起こったが、自主解散すべきか審議中に、海外旅行のため議会を欠席する議員が出るなど、その姿勢が問われた。 編集国及び県、編集姉妹都市その他公立私立公立私立、公立農業、柑橘類電気、製材業、歯ブラシ製造などを押すと長浜に製造業者があり、長浜の方がどちらかというともちもちしている。大津町の駅屋さもや、富永松江堂などで買い求めることができる。長浜沖で取れ、昭和40年頃が最盛期であった。今日では漁獲は激減し、 フグ料専用の設備を持つ漁業者は10個程度となっている。主として広島、松山方面に出荷されるが、地元料理店にも卸される。長浜にはフグ料理店も数店存在し、市外ではあまり知られないが、隠れた名物となっている。高速道路、編集オー料金助成法の究極線は、本線車道ではなく、将来建設されるオース。 八幡浜自動車道を分岐するジャンクションのランプである、自動車専用道路、編集一般国道、編集都道府県道、編集すべて、愛媛県道、主要地方道一般県道道の駅、編集肘川と大須城お花は、通りポコペン横丁藤山公園の筒じ温泉、温浴施設、ありがとうございます。